秋田県民の半分以上が気づいていない衝撃事実。今日はマジで皆さんドデンするエピソードというかお話しさせていただきたいと思います。秋田県にいるとテレビで、まあ、秋田県の地元のローカル企業の CM が流れるわけですよ。でそこでよく知ってるのは五作とか、あと最近で言えば佐藤陽介さんの稲庭うどんとか流れてくると思いますけれども、まあ、金満とかかと。でその中の一つに臨泉堂さんの CM あるんですよ。臨泉堂さん、あの麺製麺所のね、麺を作ってる臨泉堂さんの CM があるわけですよ。で臨泉堂さんの CM といえば、まあね、臨泉堂から始まるあの歌の CM ね、秋田県民の人なら一度は聞いた時あるんじゃないですか。多分 YouTube にもありますね。分かんない方はちょっと臨泉堂の CM 聞いてください。あの歌の CM ね、3人のラーメンマンみたいな中華料理店の服装っぽいかね、ニハオって言いそうなその3人組が臨泉堂って歌ってる CM なんですけど、その CM 皆さん半分以上多分歌詞間違えて覚えてます。はい、今日やりたかったのこれなんすよ。皆さん歌詞を絶対、いや 80% ぐらい間違ってんじゃねえかなって思うんですよ。臨泉堂ポンボボンボン、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 臨泉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 、臨泉堂ポンボボンボンっていう歌なんすよ。で秋田県民の皆さんは、ああ確かにそれそれそれって思った人は要注意なんですよ。これじゃないんですよ歌詞。皆さん多分間違いの覚え方が臨泉堂ボボボンボンなんですよ。ボボボンボン、臨泉堂ボボボンボンなんですよ皆さん多分覚えてるのが。けれども本当は臨泉堂ボボンボボンボンなんですよ。ボボンボボンボンなんですよ本当は。みんなボボボンボンで覚えてるのに本当はボボンボボンボンなんですよ。これ皆さん知ってましたか。これ俺 YouTube ジャンゴ TV やって言いたかったことの一つなんですよ。何年越しに何年越しにか分かんないけど、そうなんですよ。みんな絶対臨泉堂ボボボンボンで覚えてるんですよ。けど本当はボボンボボンボンなんですよ。知ってましたこれね。聞いてください、臨泉堂ボボボンボンじゃなくて臨泉堂ボボンボボンボンで、ちっね、最初にボが入ってるんですよこれ。俺これ気づいた時、うわこれ多分みんな知ってねえわと思って衝撃受けたんですけど、それ俺初めてそれの謎っていうか、このこれに気づいたのは小学生の時だったんですよね。今30歳ですけど、小学生の時給食で臨泉堂さんのソフト麺、うどんだったかラーメン、多分ラーメンだよね、ラーメンだったか忘れたけど、ソフト麺の袋が臨泉堂さんで、でそのキャラクターとともに臨泉堂ボボンボボンボンってそのちゃんと書いてたんですよね。みんな見逃してたところ、俺そこちゃんと見たらボボンボボンボンって書いてあるぞと思って、いつも CM で聞いてたのはボボボンボンだったけど、この給食の袋の麺にはボボンボボンボンって書いてあるって思って、俺これ誰かさ伝えたいと思って、友達の紅葉っていう人いるんですけど、紅葉に知ってなったこれボボンボボンボンなんだぜって言ったら、紅葉もうわすげえボボボンボンで覚えてなったって。小学生の時そういうことあったんすよ。だから多分小学生からそういう風に思ってる人結構いると思うから、もうマジで 80% ぐらいはボボボンボンで覚えてんじゃねえのと思って、今日ちょっとその、間違いをね修正したいなって思いで動画出させていただきました。本当は臨泉堂の CM は臨泉堂ボボンボボンボンでした。はいこれなんすよこれマジで衝撃でした、知ってる人ほんいや知ってる人マジで少ねえんじゃねえかなと思います。本当にボボンボボンボンです臨泉堂さんは。